反転させるの忘れてた。なんかいっぱいおんねんね、おつじって、あっちゃこっちゃに。まあね、おじやとかもそうですし、ね、まあ。で、あと、まあ、長野自体もね、長野じゃなくて、長野、長野、小佐野、小曽根とかね、小曽根とかね。いっぱいおるやろ、お寿司って。そこら中に、実は。うちがさ、超お嬢やから、そんな。ね。あんまり付き合われへんだけで。難しい。ね。いっぱいおるから、だって、地球の父親はお寿司なのでね。母親は藤原やけど。で、お寿司と藤原だけやったらたくさんおるね。地球って。あとはちょっとしかおらんね、実は。で、お寿司は下手へん。実は藤原も下手へんねんや。下手へんのがたくさんおんねん、実は。地球人のほとんどは下手へんねんや。その事実。ね。で、林、行こうって言ってもね、だからうろちょろするはずやで、この辺は。絶対ね。まあ、林言うたらこの辺でもね、忍者おるけど、忍者大名ね、おるけど。まあ、林言うたら忍者の総称やから、カバネやねん。牛じゃないねん、林って。ねえ。ああ、つまりね、物の上とか、みたいな、その、カバネね。で、海部っていうのもね、まあまあで。まあまあ、安住とかね。もうあれもお寿司ですよ。ね、なんかね、ほとんどがお寿司なんですよね。で、あとまあ、小渕とかもね、お寿司です。いっぱいおるやんやろ。いっぱいおるよ。いっぱいあったかんかな、地球の父はお寿司やから。いっぱいおらなあかんでしょ。本当にね。江戸とかもね、おどってやめんこともないよね。おど開ける。おど開けるちゃうし、おど開けるじゃないね。おど開けるやね。名字がおど。開けるが、下の名前、ファーストね。開けるくんやね。あのじいさん。その副官が、フランクガル。それは、後のフラン公国を作る家柄が副官やって。副将がね。首相が、首相ってその、隊長がオド・アケル。副隊長がフランク・ガル。フランク・ガルももちろん藤原家の人物。で、まあ、それを置いといて、ちなみに海部もね、ガイルって読むんですかってね。で、その向かい側に、ね、ある壇ノ浦は、土佐日記でもおなじみの、あれサンフラワー。で、要するにそこでお別れだったわけね。で、エンキル。ルノットってじゃあなんだ。ルノット、エンキルって。何なんだ的なね。徳島県と高知県の境目。そこに、八面山からやっと降りてこれた安徳平家が、しばらく教師の仕事をしていた。やがて、本当に全国レベルの教師になろうと思って、で、大阪大学に、まあ、後に出てきたわけですよね。近代以降。安徳平家。それは、母方ですけど、今のね、阪大の医学部教授などをしてるわけです。そのおかげは一族に。ただ、それは、それとして、門倉先生のロズトルのリューセルの重要な地点、ルノットとエンキルっていう町はね、要するに、海部軍、海部町と、徳島県のね。で、その向かいが、高知県の安芸郡、観音浦町。と、あと、東洋町、観音浦。観音浦の港の社、明神家。ね。で、明神からのつながりで、浜口おさち。
じゃあ、水口家の人物、浜口おさちは浜口家の養子になった。そして師匠になっております。だから、明神家とはね、別に血は繋がってないけど、だから顔は似てるよ、そら。あの辺もね、お辻の地帯やし。で、海部分があるわけやし。ていうか、地球の父はお辻なんでね、世界中どの国の人も、本来ね、ほとんどの人は父方がお辻のはずっていう言い方は変やけどね。そういう風にして、父方、母方を決めるわけじゃないからね。だから地球の父親はおつし、地球の母親は、あ、なんか引っかかったんですよ。あ、この子はちょっと邪魔やった。地球の、うちのね、母親は藤原。うちが地球本人です。なんかそこに刺さってるみたいな、ちょっと痛いかな。他の人に刺さったかな、ぐさって。ね、言葉のなんか、トゲが刺さったみたいな、誰かにぐさって。ね、まあまあ、ボケるでしょ、その。なわけやからね、あまり気にしないようにじゃなくて、林行こうという人がね、なんで来るかってね、あの人、まあ、オブでしょう、きっと。いい豊ちゃうね。帯郡っていうのがね、宮崎県にあるけど、鹿児島県にもあるから。帯平野。都城のあたりの、これ帯平野って言いますよね。あの、帯の、帯地帯、地帯で言ったらね、帯地帯って言うんだけどね。まあ、帯群っていうか、そこには、あの、エビ原、ブラックバーあったりね、しますけど。あの、エビちゃんみたいなのも、まあ、典型的な帯顔。つまり、エビ原、ブラックっていう名前、エビ原って名字になったけど、本来、あれは帯。帯ちゃんやね。名字、帯のはずやね。帯としろって言ってやったから、ね、昔。だから、エビ原っていうのは、養子の仮の姿の名字に過ぎない。本来、帯っていう名字、ね。それは、出雲神族の帯ともちろん関係ある。その辺のことをね、調べ尽くした、郷土史家の先生が昔いて、その人はね、同志社っていう出版社から本を出版なされてた、非常に優れた研究所があってんけど、それ CIA に差し押さえられてね、もう出版できへん。北海気船についても調べてた。台湾まで調べに行った先生。まあ、ペトログリフの先生方のお仲間やね。その先生の有名なそのね、持っててんけど、もう亡くなってきた。まあ、CIA がね、その本調査するために持って行ったんやったかな。本当にそれ、ビンゴ書きすぎてた本があって、今日の鹿の先生って、すごい人時々おるね。で、帯軍のことも調べ倒してあってね。で、それと出雲のね、豊受け親族、要するにオブとの関係をね、調べ尽くしてね、怖いね。ただまあ、それはそれとして、その、ここはね、もともと豊受け屋敷だったし、要するにまあ、オブ屋敷。で、その、井戸はオブの井戸。で、だから山形正景の物件やって、そもそもこの辺りは。戦国時代にはね。それが後に、加藤東光頭の娘が、稼働化されて。木下律の息子に稼働化され。そして仕方ないから、加藤東光頭に、自分のところの西の裏に、西浦という家を置いたと。ところがそこで、帯じゃないけどね、坊の津の方から、ほんまの西浦家が来ちゃった。だから全員やっとったからね、まあ。で、乗っとった。早々に乗っとった。だから木下家の西浦家もあっという間にいなくなったと。坊の津のその薩摩の神忠則桓武平氏の家と西浦家本来の西浦家の大きかった加藤東光頭適当に思いついた西浦っていうその勝手に急にそんなの西浦って勝手に建てんだよって本間の西浦家が来ちゃったわけまあそんな事情も西浦のじいさんは桓武平氏の顔しとったでしょ。ところが、西浦の爺さんと細川の爺さん立て続けてね、葬式あげて、なんか白々しいよね、本当に亡くなったのかな。ねえ。マイク・ジーメンなんじゃ、もともとね、あの二人ね、そもそもね。まあまあ、それはまあ置いといて。そんなもんですよ。バイヤーやったんちゃうんですよ、加藤和彦の、ね、専属第二ドラマよね。細川の爺さんね。四国短大細川かんれ松江ね
そんなの知ってるものだって。